おいおい、お前何撮ってんだよ、お前よ、本当によ。今日はここ、お前筑波アタックなんだよ、俺の。お前忙しいんだよ、俺も。まあ特別にな、ちょっとだけ俺の本当の走り、谷口とかマサとか、もうあいつらにはもうな、できないような走りをしてやるよ。俺が乗んのにそんな急排気だけなのか。はい、二酸化炭素を出さない燃料なんですよ。昨日中古タイヤで55秒7まで行ったんで、今日俺が乗る車 GR ヤリスで、その車を走らせるね、佐藤。はい、おい、はい、お前よろしくお願いします。はい、俺乗るんだよ、これは。はい、はい、で、どんな車なんだよ、これ。基本的にはライトチューンです、はい、ブーストアップと、急排気、それからキャロッセさんの足入れて。お前何言ってんだよ。え、俺が乗るのにそんな急排気だけなのか。はい、何馬力ぐらいあるんだよ、大体。300ぐらい。バカ野郎、お前。いや、山田さんだと300で十分じゃないですか。いや、俺に絡むな、お前。なんだこれ。うちのモノブロックキャリパー、MN4PR ってやつです。お前タイムアタックで最も重要なことっていうのはブレーキなんだよ。ブレーキっていうのは聞けばいいってもんじゃなくって、レスポンス感、タッチ、フィーリングってものすごく大事なんだよ。それがあってのタイムだから。はい、よく覚えておけよ、佐藤。はい、ありがとうございます。うん、やっぱりね、サーキットにおいてモノブロックですね。これの、聞きだけじゃないですよ。聞くのは当たり前。そのコントロールとタッチのフィーリングですね。まあその辺がやっぱりこうものすごくやっぱり重要になってくるので、まあその良さっていうのはタイムとか、あと走りにうまく、表すことができたんじゃないかなと。ただラーマン的には多分俺らもっとハイパワーでもっと速いタイプなんで谷口に負けるんだよみたいな感じになっちゃうかもしれないけど、まあでもこういうテストもすごく大事なことなので、まあ、よかったんじゃないかなと思います。よし、次はな、この車だよ、ボス。あのインチク親父、あいつが作る車、マサ。うるせえぞこの親父誰、このじじい、あっちやってくれる。やめてよ、余計な、ね。もうせっかくいい流れを来てて台本通りに言ってたのに余計なことすんなよ、じじい、本当に。はい、マサは何乗ってんの、これ。これ、ボスのヤリスです。ヤリス、はい、これ何が、これね、ボスの、うん、実は、まだね、ブーストアップしかやってないんですよ。基本的には内装チューンとブーストアップと足、デフぐらいです。まあ、大したことないね。大したことないんですけど、タイム的にもタイムはね、うん、実は1分切ってるんですよ、これ。え、何やったの。いや、だからブーストアップと足とデフと、まあ僕が乗ってるっていうやつですね。ああ、まあ俺が乗ってもまあそれぐらい出るってことだじゃん。出る。いや、当たり前だよ本当に。タイヤは、はい、タイヤはもちろん 12D です。あ、はい。なんか俺ら乗るのにライトチューンってなんか面白くねえな、なんかね、先輩。うん、僕が乗るには環境に良くないといけないんですよ。燃料が違うんです。燃料、カーボンニュートラル燃料っていう、廃屋とかレースガスとは違うの。違うんですよ。
それ二酸化炭素を出すでしょ。液体なの。液体です。透明。透明です。何が違うの。いやだから、うん、二酸化炭素を出さない燃料なんですよ。ガソリンを生成する上で、うん、二酸化炭素をガソリンに入れる、うん、空気中の二酸化炭素を吸うんですよ燃料がね。なるほど。で出すのは二酸化炭素出すんですけど、うんうん、プラスマイナスゼロじゃないですか、うんうんうん、要は環境に優しいってことだよね。そう。でちょっと見て見て。環境に優しくってそんなパワー出んの、うん、そこがよ。俺的にはパワーが出るか出ないかってやっぱり実は、うん、パワーも同じぐらい出てるんですよ。じゃあ、うん、いやもっと聞きたいのは、うん、あとほらレスポンスとか。レスポンス自体も一緒だし乗ってるとどっちかよくわかんない。違うとこってないの。癖とかない。いろいろあるじゃん。ないない。全くない。全くないんですよ。全くガソリンと同じ。そうなんですよ。いろいろ今レースで、ノウハウを鍛えてて、でそれを今藤岡さんと、うん、トヨタと一緒にやってるんで、セッティング自体は多少違うんですけど同じパワーまで持っていけてる。アルコールに近いんですよ燃料が、はい、だからオイルシールとかねそういうところに攻撃性がないかどうかっていうのを今この車で試してみて、よかったらいろんな車に、使っていこうかっていう、そういう感じです。今日どれぐらいのタイムでいってんの。いや本当は、59秒。ガソリンのタイムを抜きたいんですよ、うんうん、抜きたいんですけど今ねギリギリ寸止め0秒00秒0。先輩もなんか乗ってる。いや俺やってるよバカ野郎本当に何乗ってるんですか先輩。いやいや、なんで俺がレーシングスーツ着てんだよ。何台乗ってる。ヤリスだ。ヤリス。ヤリス。うん、 GR ヤリス。ブーストアップ。ブーストアップ。何秒。タイム何秒。1分2秒。それなんで。いやいや、言っこらお前。いいだろお前バカ野郎。金口、はい、今日も忙しいの。あ、はい、忙しいっす。え、何台乗ってんの。7台の、あのさ、はい、分け与えようよ、そういうのってさシェアするって大事じゃない。はい、先輩は何台。いやいや、俺は1台、はい、1台まだ1台あってよかった、はい、うん、そうじゃなかったら、うん、こいつらのこれを着せられて、うん、あの乗りもしないのに、うん、呼ばれるとこだったから。レポーターで。それめっちゃ恥ずかしいよ何を乗ってんの。あのいろいろ HKS だったり、うん、あのこちらの GR ヤリスだったり、あとこちらの G-Force の神風ヤリスとか。いや、はい、いろいろ俺もね、はい、実はヤリス、はい、走ってんだよ渾身のアタックで、はい、1分2秒。すごい渾身。谷口何馬力で何秒ぐらい出してんの。これは、うん、あのまあ G-Force のフルチューンなんで。フルチューン。エンジンはですね、排気量が1600から1750にちょっとボアアップして、パワーが600馬力ぐらい。600馬力。まあまあ速い、うんうん、前回までそのシーケンシャルミッションだったんで、うんうんうん、今回そのミッションのままパドルシフトになって。何速ギアなの。7かな。7速、はい、例えば筑波で結構使うの、うん、そのギアを。結構ね、使いましたね昨日ね、うん、初めてテストで来て走ったんだけど、シーケンシャルの時はなるべくそんなに使わずに走りたかったんだけど、パドルにしたら使いたい、はい、今までベストが56秒1だか2だかだったと思うんですけど、はいはい、昨日中古タイヤで55秒7まで行ったんで。いやいや、イラッとくるよねその俺が1分2秒で。1分2秒でしょ僕55秒に入ったんで。でしかも俺ら未だにこうヒール&トーしながらこうやってこうギアを、あのね
GR ヤリス、ヒールの音いらないの知ってます？めっちゃやってたよ俺。ここにスイッチがあって、トラコン切るでしょ、うんうん、トラコンの前に IM なんとかあって、うんうん、あやってくれるんだ。あれ押すと、ヒールの音いらないから。教えろよ本当に、本当に取説に書いてあるから。やっと気づいたよ本当に今もう。ということで、これ600馬力、はい、パドルシフト、うん、今日は新品タイヤ、うんでアタック本番ってことで、昨日55秒7だったんで、まあ、55秒前半は行きたいですね。まあでも、うん、谷口だったら54秒台にね、うん、行っちゃうかもしれないですね。あ、だよね。そうですねここで言うなGR ヤリス、つくばでの最速を誇っているマシンから入ってきます。昨日55秒763。とりあえずね、パワーのない非力な車分かってるだろな。谷口とかマサとか乗ってんのはめっちゃパワーあって、めっちゃお金かかってて、もうめっちゃテストしてて、俺これ初めてなんだよ今日。ほらな、もうコミュニケーションも完璧だろな。愛されてるんだ子供たちに。俺のやつな俺のやつな、任しとけ。